おきいとのこの登場。電動の糸のこで、はい、まあ、物を切るときに長さ方向っていうのは、はい、懐によって、その切れるもののサイズが決まります、ありますね、懐、はい、そうですね、うん、まあ、懐っていうのをご存知ない方も多分いはると思うんで、はい、それを動画で確認してみてください。はい、はい、ではどうぞ。はい、教えて先生のコーナーです。今回は電動糸のこのサイズについてです。はい、はい、これはですね、見ている方からのご質問をちょっと前にいただいてたんですが、はい、すぐに答えることができず今になってしまってすいませんでした。はい、はい、家にある糸のこで大きいサイズのものを切れなかったんです、うん、ということなんですよ。はいはい、どこまでの板なら糸のこで切れるんですかっていう、なるほど、そういうご質問なんですが、まあ、限界あるんでした。さ、もちろん、あ、もちろん限界がないってどういうあれか分かりません。結構なもの切れるんですけどね。まあ、まあ、そうですね、まあ、糸のこって、まあ、これを前糸のこ説明した時に懐が重要って話をしましたね。はい、まあ、懐ってのは歯からまあここまでの距離、まで、ね、まあ、これなんですけど、まあ、一般の普通の方が持たれてる糸のこって、まあ、この距離が350ぐらいあるんで、はい、まあ、例えば700ぐらいだったら切れるかなと、その倍、そうですね、倍ね、こう入るはずですか、まあ、いけると思いますよ。多分それやと思うんで切れはったと思うんですけど、でもいけなかった、いけなかった、どうしてですか、どういうことが起きてるのかってことですよね。はい、それを説明したと思います。まあ今これ500あるんで、はい、まあ普通やったら1000いけます、いけるはずです、ね、っていうイメージだと思うんですけど、はい、まあ、こちらに800の板を用意しました。短めですね、まあ、当然短めやから切れるはず、ね、バッチグーですよと思ってますが、何年代の人でしょうねこれまあここに今丸い字を書きま、はい、ああ文字じゃないな、絵を描きました。はい、まあ、看板みたいなもの作らはるのかなと思って、まあ、大きいもの作らはるって言ったら、そうですね、まあ、ここに文字、例えばまあ今丸ですけど文字、ね、切れるかもしれませんしね、なんか透かしの作業ですね、はい、まあ、これをするときに穴を開けてこの刃を通す、はい、そうです、まあ、このくるっと切ると、はい、まあ、当然切れますよね。きれいにいけたなって、はい、切れます、はい、ところが、ところこれ800の板でもこちらの方にちょっと移動させて円を切ろうと思うと当たるんですよね。オーマイガー、じゃあ反対でいきましょう。まあ、こういうことですか。そうです、まあ、こうしても結局こう回したらどっか当たるんですよね。やっぱり当たりますね。当たるんです。うん、だからこういうことが起きてるんじゃないかと。だって線なんで、線でしょ。でもこれ800で短いのに当たるんです、ね、当たるんです。だからまあそうですね、どうしましょう。そしたら裏が今いきましょうか。あ、裏から切ることもできます。裏から切ったら、逆から切ったら裏でも同じ墨付けはね、うん、はい、表裏でもね、1ミリ2ミリずれるんですよ。1ミリ2ミリずれたらえらいことですからね。えらいことで、だからね、裏返しできません、うん、まあこれ今書いたのは丸、はい、まあこれ深円と考えてもらったら、中心の点取るんで、はい、まあ表裏で同じとこに開けるのはまあそんなに難しくはないでしょうけど、例えば文字、まあ、看板とかやったら、まあ、はい、例えば幸子とか名前とか入れるとかになると、さは難しいです。さあ絶対合わないです。はい、そうなってくるとどうするか、どうしましょう。もう一個の方法としてはこちらの歯って、はい、まあ、前方向向いてるんですね。そうですよ。でもこれ前方向に歯がついてるものもあるんですよ。そんな便利なものがあるんですか。はい、まあ、そういったら前からでも後ろからでも切れるからいいんですけど、はい、まあ、その歯って扱うのはやっぱり難しいんで、まあまあ、これもなかなかいけない。そうですか。です。だからこれを考えた時に懐のサイズがまあ、あるから切れるってわけではないんです。いっぱいいっぱい、例えばこの どこに文字を入れるかとか、どんな文字かによっても違うんで、はい、ここで回そうと思ったら回らない。だからこの刃、そうか、どう文字の端っこからまあ懐の距離ってことになりますよね。はい、あ、それか、そう考えないといけませんね。まあもちろんどんな文字書くかによっても、まあ、全部回さなくても切れるようなところもあるでしょうし、うん、そういうのはあるんですけど、はい、だからそういうので距離も変わってくる。刃を入れるところの懐までの距離を考えないといけない。考えとかないと、これの考え方としては単純にこう、じゃあ1000いけるわじゃあダメですね。それがね、もう材料買ってきてからでは遅いですし。そうですね。で、まあもう一個方法としては、まあ、このジグソーを使うと、はい、あ、ジグソーありますね、はい、ジグソーを使うといけるんですけど、はい、今度は刃が厚いですよね、これ、ね、この糸の子に比べると。そうすると細かい作業はできないですし、うん、小回りしかないんですよね。これで文字書けって言われてもなかなかできないですね。だったらどうしましょう。はい、でまあ基本的にもこのサイズはこういう考え方なんですが、はい、でもやっぱり大きいものでしょ、まあ、できないで終わってしまう。そうでしょ、どう、ね、なんとか当然もう糸の子で文字を切りたいとか、まあ、文字なんかどうか分かりませんが、うん、やりたいっていう時にどうすればいいかっていうのも、はい、まあ、ちょっと説明したいと思うので、ま、ちょっと場所を変えてそれを説明していこうと思います。お願いします。はい、はい、では、移動しました。
そうですね、こちらがうちの教室使っている、まあ、以前の動画でも見せたと思うんですが、まあ、スクローラー1300とか書いてますね。1300っていうのはこの懐の長さ、ここ1300、はい、まあ、そうですね、この1300もあると先ほどのこの800の板なんていうのも、はい、わー小さく感じますね。もうね、どこ切っても余裕で切れると。テーブルが広いからも安定して作業しやすそうですね。先ほどのやつね、もう乗らない部分が多かったと思うんですけど、これだと乗ってる部分も多いんで、ね、はい、切るのも簡単、まあ、これぐらいのものは簡単ですし、もっと大きい板、はい、もっと大きい板、まあ、こちらのこんな大きい板でも、おお、まあ、まだまだいけますやん。 こんな切ってこう切ったとしてもまあ全然いけると、なんで、いや切りたいね。これぐらいの大きい糸の子があればなんです。でもないんですよ。木工教室に通わないといけないじゃないですか。ああ、そうですね、まあ、木工教室に通うというのは一個方法としてはあるんですが、はい、まあ、お近くに木工教室ないとかっていう方も多いでしょうし、うん、多いと思うんですよ、まあ、そういった場合でもレンタル工房とかっていうの結構あったりするんですね、はい、こういうスクローラー、まあ、もっとちっちゃい、まあ、ちょっとちっちゃい線とか、線とか、まあ、いろんなものがあるんで、はい、そういうのは置いてるところをあって、ある、まあ、場所貸してくれるっていうのがあるんですよ。そうですか。僕知ってるだけでも関西でも何個もあるんで、まあ、そういったところ行っていただいたら、まあ、これは借りることができるんで、めっちゃいいですね。はい、はい、まあ、それやったら木工教室買うよりもおそらくお安い、ね、1回だけで、ね、行けますしね。で実際使わはるときはもう今まで使ったはった卓上のところとやることは基本的に技術的には変わらないんで、はい、まあ、大きい分切りにくい、うん、そうですね、技術がちょっと必要になるっていうのはありますけど、やることは一緒なんで、はい、まあ、そういったところで買っていた、あの、借りていただいたら、うん、はい、そういった大きいものも切れると思います。なるほど、はい、まあ、今回、はい、この質問、何ですか、どこ行くんですか先生。ちょっとフェードアウトしましたけど、え、質問を、あららららら、大きい、なんで今回やることなんだかで、どう、そう、こういうのやってみたいんですよ、はい、これ人型にね、等身大の、あららららら、切ってきたんですけど、これ木の切ってですか。そうです、まあ、これがあると、あ、まあ、これで切ったんで、まあ、せっかくなんで今回この質問にお答えしたと、まあ、こう、お、今全部切れませんから、そう、こういうふうに、そういうこと、そうです、お、こう切ってって、これ懐く1300以上あるんです。これ、155ぐらいあるんですか、はい、1550ぐらい、はい、まあ、ここでもこう曲がっていったら、全然いけますね、こう切れるんですよね。おね、これ、まあ、違う方向からもう一回切ると、はい、だからこれ先ほど言ったように表と裏から切ってるわけじゃなくて、全部表側から、はいはいはい、切って、こんな、いや、これ、はい、いいなあこれ。それでここちょっと頭くり抜いてね、あ、あの観光地のこう記念撮影とか ね、まあ、そういったものすごいいいんちゃいます。なんかちょっとしたイベントとかの、ね、菓子工房行ってこう切って、そういいじゃないですか、やりたい、やりたい、やりたいです。だからそういうとこ、まあ、知ってるとこも何か所ある、何かしもあるんで、そう、まあ、ぜひオーラさんもそういうの調べてみてね、ちょっとね、まあ、具体的にところで、まあ、皆さんどこに住んでるか分からへんので、はい、まあ、実際インターネットとか調べていただいたらこういうこともできるので、はい、ぜひちょっと挑戦していただきたいですね。楽しそう、はい、はい、こんにちは、私ナッツです。こちらは私の猫のモモです。あれ、どうしてありましたか。え、どうしてありました。いや、これね、はい、実は先ほどスクローラーでカットしているあのモデルさんになっていただいた方。モデルさんになった方なんですね、はいはい、こちら誰かと申しますと、ウッドロードがお届けする木工漫画の主人公ですわ。おう、主人公キャラクターがべっぴんさんでしょ。都会に暮らす OL、 今時 OL、 22歳のなっちゃんです。ピッチピチです。ピッチピチです。で、こっちが、はい、こちらなぜか喋る猫。おう、しかも木工にめちゃくちゃ詳しい、年寄りっぽいことも言う可愛い猫、猫モモです。これを先ほどのスクローラーで、はい、そうなんです、切ったと。こんな大きい、綺麗に切れてますよね。そうですね、綺麗に切れてますよ。そう、で、私ここから質問なんで、私の質問に切り替わってます。そうですね、いいですか。さっき 本来なら今のさっきの、ね、スクローラーの前で今度が一応終わりやったんですけれど、大原、はい、さんから質問があるってことで、そう、これ見ちゃったらね、はい、隅で書いてないですよね、輪郭とか。ああ、そうです。コピー貼ってますよね、はい、紙を何枚も貼ってますよね。そうです。どうやったらこういうことできるんですか。ああ、まあ、等身大に好きな絵を拡大したいんですよ。ああ、はいはい、なるほど、はい、ちょっとじゃあちょっと お猫様に下がっていただいて、なっちゃんもちょっと、はい、なっちゃん下がっても私が勝つ。久しぶりに登場しましたけども、はい、そうなん、まあ、どうしたらいいですか。これが元々の原画です。はい、はい、これを、はい、
まあ、コピーして拡大して貼り付けたのが、まあ、今拡大も難しないですか？どうしたらいいの？いや、これも簡単ですよ。まあ、これうちのコピー機でやってるんですけど、はい、まあ、うちのコピー機やったら倍まで大きくできる。200倍もしたらえらいことになります。2倍に大きくできるんで、はい、そうしたものが、例えばこれ見ていただきましょう。今はこちら大きくなります。一部だけが拡大されますね。当然これ A3 の用紙しかうちないんで、はいはい、ということは残りもまたあとコピーしていくと、わかります？部分コピーしていくと、はい、どうなるかというと、まあ、こちらここ切れてますよ ね、 切 れ、 てますね、はい、切れてないのはこちら、はい、これをちょうどいいところでこういうの合わせると、月の大きさに拡大して貼り合わせたらいいんでしょうか、はい、いいです。だからこれ月のところもね拡大していって、で必要な分貼っていったら、まあ、これたらこうなる。見ていただいてもちょっとわからないと思うんですけど、うんうん、はい、ここにいっぱいいろんなところで貼ってるんですよ。いっぱい貼ってるんですよ、はい、これをちょうどいいところまで拡大したらスプレーのり、剥がせるスプレーのりがあるんで、それで貼って、はいはい、あと切ると、何の墨線もなく、まあ、これ綺麗に墨とかね、この絵描くのも大変でしょうから、そうですね。でこの後まずスプレーのりにちょっと剥がして、やったらその後ちゃんと色塗れますし、きちんといいものが出来上がると。やってみたいね、これも。そうですね、はい、まあ、皆さんもあの先ほど紹介したスクローラーとかがあるようなところを探していただいて、はい、まあ、こういったコピーとかは、はい、まあ、自宅にコピー機とかなくても、うん、あのコンビニとかでもできますから ね、 そ う、 ですね、まあ、そういったところでコピーして、うんうんうん、貼って持って行って切ると。いいじゃないですか、これ楽しいな。これもね、はい、これ、先ほども言ったようにあの、はい、木工漫画、そうなんです、ダン、こちらです、はい、なっちゃん、ここにしようかな、はい。ウッドロードがお届けする、はい、木工漫画です。木工漫画ですね。もう漫画を読みながら楽しく木工の知識が学べちゃうっていうあれですね、これ一応あの、はい、うちのウッドロードのホームページの方で無料に連載してる、週3回アップされるので。そうなんです、はい、無料で読めちゃうんですよ。そうですね、もし興味があればぜひこちらの方も、はい、見ていただいたら僕らも嬉しいかなと思います。そうですね、はい、なっちゃんとモモの絡みがすごく面白いです、はい、ぜひこちらの方も、はい、見てください。にゃー、皆さん懐お分かりいただけたでしょうか。なかなかね、あんだけ懐の大きいところの子ってのは、まあ、持ってない、まあ、当然持ったらへんと思うんで。当然ないですよ、そんなスクローラー1300家あるから切りに来てとかどんな家やろうなと思いますからね。だからあんなもね、切りたい時もジグソーでしかないですかね、やっぱり先生。内場ですか、はい、まあ、ジグソーで外側は切るのは、まあ、いけますけど、うん、例えば看板の中の文字を切り抜きたいという時になかなかジグソーでは難しいですよね。細かいですからね。だからそういった作業をするときは今言う、あの動画でも言ってましたけど、うん、まあ、借りに行ってやってもらったらいいかなと、そういうふうにね、うん、対応を分けてもらった臨機。そうです ね、 ね、もう最初からあこの卓上板の子じゃ文字切れないわって諦めるんじゃなく、そうです、ね、あの方法もしかして借りれるかもって、こういうこと知ってればね、はい、その選択肢になるの で、 で、ね、皆さんもぜひ、まあ、いろんなことにものづくりね挑戦してください、はい、生かしてほしいと思います、はい、今回の、はい、まあ、この動画は、はい、うちのウッドロード動画科学教室で、うん、2016年6月配信したものです。はい、ね、うちの動画って、まあ、基本的に有料で配信してるんですけども、そうなんです、はい、期間限定で、まあ、その毎月2本、はい、YouTube で無料で配信しています、はいはい、皆さんも、まあ、もしこの興味持たれたら、ね、まあ、有料の方のサイトも、はい、もっと本格的にやっておりますので、はい、ご覧ください。どうぞご覧ください、はい、ウッドロード動画家具教室のホームページはこちら、チャンネル登録はこちら、関連動画はこちらです。どうぞよろしくお願いします。以上、ウッドロード家具教室の大浦でした。坪倉でした。ありがとうございます。